ラリー・ローレンス・ストゥームズ・ディ・ボースは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は大将。第二次世界大戦の前半期には、重巡洋艦、ポートランド艦長として、ガダル・カナル島をめぐる海戦で、日本海軍艦隊と行くたびか交戦し、後半には、巡洋艦部隊を指揮。1944年10月25日の、冷凍機海戦では、日本海軍の空母、 チヨダを砲撃で撃沈するけうな戦果を収めた。デュボースは、ソロモンと、レーテ沖の先行で、合計3個の海軍十字章が授けられた。なお、ファーストネームのスペルは、ローレンスであり、ローレンス・オリビエなどの、ローレンスではない。また、聖のズボセの日本語読みは、デュボース、デュボーズと統一されていない。デュボースと区切る文献もある。聖のスペルは、 アーリントン国立墓地の墓碑では、ゥボーズと魔を若干話している。ラリーことローレンス・トゥームズ・デュボースは1893年5月21日、ワシントン DC に生まれる。デュボースには3人の姉妹がいた。海軍兵学校に進み、1913年に卒業。卒業年時からアナポリス1913年組と呼称された。 候補正を経て商位に任官し、以降は様々な官や職務を歴任。1934年6月までは駆逐官、シェン区官長を務めた。この間、1921年11月22日にはワシントンでガートルード・トンプソンと結婚し、1923年2月3日には一人娘のアンダウデュ・ボースが生まれた。やがて、 アンダウは1943年4月23日にロイヤル・ケジョスリン・ジュニアと結婚し、1946年3月13日にはデュボースの孫にあたるパトリシア・ヘンリー・ジョスリンを生んだ。ポートランド・真珠湾攻撃後の1942年5月、デュボースは大佐に昇進して従順洋艦、ポートランド艦長となる。当時、ポートランドは トーマス C ・キン・ケイド少将を率いる攻撃部隊に属し、日本軍が5月4日から8日にかけて行った、ポートモレス B 攻略に伴う35回海戦に参加した。この戦いで空母、レキシントンが失われ、ポートランドはレキシントンの生存者722名を救出した。続くミッドウェイ海戦では、フランク・ J ・フレッチャー少将率いる第17任務部隊に所属し、 クーボの護衛任務を担当した。ポートランド艦長時代初期のディボースは乗組委員から甘いピーというニックネームを授けられていた。しかしデュボースに引きられたポートランドはやがて甘いどころか激烈な戦場に飛び込んでいくこととなる。ポートランドは8月7日から9日にはソロモン諸島のガダルカナル島、ツラギ島に上陸する海兵隊の支援を行い、以降も その後、同海域に泊まり連合軍の補給船の防衛任務に従事。8月23日から25日にかけて行われた第二次ソロモン海戦参加の後一旦交代し、部隊10月26日、27日の南太平洋海戦において、ポートランドは空母、エンタープライズの護衛を担当。海戦でデュボースはポートランドを巧みに操って、 エンタープライズを守りきり、その選考が評価されて、デュボースに1回目の海軍十字章が授けられた。間を置かず、ポートランドは、ダニエル・ J ・キャラハン少将の第67.4任務軍に加わって、ガダルカナル東京の輸送船団の護衛を行う。南太平洋軍司令官、ウィリアム・ハルゼー中将は、輸送任務が終われば任務軍は即座に退避するよう、命じていたが、 ニュージョージア海峡を南下する安倍光気少将を率いる日本艦隊の接近が報じられたため、キャラハンは決然として日本艦隊に立ち向かうこととなった。11月12日深夜からの第三次ソロモン海戦では、ポートランドはキャラハンの機関であるサンフランシスコの後ろにあり、日本艦隊の戦艦、比叡と霧島に応戦したが、間を置かず、駆逐艦。 夕立からの魚雷がポートランドの右舷後部に直撃。ポートランドはスクリューを損傷してそうだが困難となり、3番、砲塔も損傷し砲塔は旋回不能となった。艦は旋回を余儀なくされたが、生き残っていた砲塔で、比叡に対して砲撃を行った。朝になり、未だ旋回を続けていたポートランドは、すでに他の艦艇の攻撃で廃墟となっていた。 夕立に対して砲撃を行い、これを打ち沈めて復讐を果たした。ポートランドは大きな損傷を被った者の,の生き残り、修理のため構想された。デュボースの不屈の投資と勇敢で献身的な行為は高く評価され、二度目の海軍十字章に代わる金星章が授与された。ポートランドはメアアイランド海軍造船所で修理とオーバーホール 少々となったデュボースは第13巡洋艦部隊司令官となる。新鋭の軽巡洋艦、サンタフェに正規を掲げ、部隊はバーミングハム及びモービルと共に中部太平洋の戦いに加わった。第13巡洋艦部隊はウェイク島攻撃、ガルバニック作戦、ブーゲンウィル島の戦いの支援を手始めにレイモンド・スプルーアンス大将の 第5艦隊の中核の一つとして作戦に従事し、1944年に入っても、クエゼリンの戦い、トラック島、空襲、パラオ大空襲、ニューギニアの戦い支援、サイパンの戦いで、第58任務部隊の支援を行う。1944年8月、デュボースの第13巡洋艦部隊は、女皇ジョゼフ・ジェイ・クラーク少将の、 第58.1任務軍とアルフレッド・エーモント・ゴメリー少将の第58.4任務軍と共にスカベンジャー作戦の一環として小笠原諸島に接近。部隊はバーミングハムに代わってビロクシとオークランドが加わり、他に駆逐部隊も加勢して父島近海に進出し、ここで第4804戦団の残党に遭遇する。8月4日夜。 第4804戦団から、駆逐艦、松が反転して、第13巡洋艦部隊に挑んだ。松の反撃は正確ではあったが、やがて第13巡洋艦部隊の猛打を浴びて沈没。第4804戦団の残存輸送船であった、トネガワも、照明弾射撃で撃沈した。8月末、スプルーアンスの第5艦隊は、春勢の第3艦隊と入れ替わり、 デュボースは再び、ハルゼーの指揮下に入る。引き続き、第38任務部隊と共に行動し、9月のペリリューの戦い支援を経て、10月からは沖縄、台湾及びフィリピンへの攻撃のため、ウルシー艦将を出撃した。10月10日に沖縄に対する空襲を行った後、2日後には台湾各地を空襲し、これに対して第一航空艦隊と、 第2航空艦隊は攻撃隊を何度も出撃させた。10月14日、10巡洋艦、キャンベラとヒューストンが日本機の来撃で航行不能となり、デュボースの第13巡洋艦部隊が損傷艦の援護に当たることとなった。この頃、ハルゼーは日本側の放送を傍受して舞い上がった日本艦隊が出てくるであろうと予測し、 第30.31任務軍を臨時に編成させて、デュボースに指揮を取らせた。デュボースは4ノット未満しか出ない任務軍を引き、春勢の指示通りに耐えず、遭難信号を発して、辛抱の航海を続けた。果たして、日本海軍は、島清秀中将を率いる遊撃部隊を出撃させたが、偵察機が第38任務部隊の健在を確認したため、 ハルゼーの罠にはかからず、遊撃部隊を引っ込めさせて逆に、第30.31任務軍に対する新手の攻撃隊を繰り出し、手追いのヒューストンに新たな損傷を与えた。デュボースは10月17日まで任務軍を指揮した後、キャンベラとヒューストンをタグボートに委ねて、第38任務部隊に合流していった。千代田、初月0手置海戦でのデュボースの 第13巡洋艦部隊は、フレデリック・シー・シャーマン少将の第38.3人務軍に属した。10月24日、第38.3人務軍は、栗田竹雄中将率いる第2遊撃部隊への反復攻撃を行っていたが、日本機の反撃で空母、プリンストンが大破して爆発を起こし、救援で突き沿ったバーミングハムもスプリンクラー被害を受けて戦線から離脱した。 プリンストンは、ミッチャーの指示で処分された。クリタ艦隊は反復攻撃で一旦成功したが、空襲が収まったのを見て反転。しかし、ハルゼーは、念のために、第38任務部隊から戦艦と巡洋艦を抽出して、第34任務部隊を編成し、ウィリス・エイリー中将に部隊を与えて、サンベルナルジの海峡に張り付かせた。ところが、遊国になって、偵察機が、 小沢寺三郎中将率いる機動部隊を発見したことで、ハルゼの考えが変わった。栗田艦隊が万が一再反転して、レーテワンに向かっても手負いだろうから、近景度の第七艦隊で対処できるだろうと。討議を重ねた後、ハルゼは全艦艇を、小沢艦隊の撃滅のために差し向ける決定を下して、北方に向かわせたが、これは、ハルゼの罠に、 島がはまらなかったのとは、対照的に小沢の罠に、春勢が釣られたことを意味した。10月25日、春勢は朝から小沢艦隊を滅多打ちにすべく攻撃を反復させたが、これと相前後してサンベルナルジの海峡を突破した栗田艦隊が第七艦隊の護衛空母に対して猛攻を仕掛け、金景度はただでさえ老狽したが、春勢が 国方に全力投球していることを知りさらに仰転した。近畿度の悲鳴を聞いても、未だ余裕だった、春勢ではあったが、太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ、大将から第34任務部隊はどこにいるか、世界がいぶかっているとの伝聞を受け取って、今度は自身が落ち着きをなくし、平成を取り戻した後、第34任務部隊の大部分を反転させて、 そして、デュボースの第13巡洋艦部隊に巡洋艦特築艦を足して残敵相当に当たらせた。歴戦の空母、随格をはじめとする小沢艦隊の大部分は叩いたと判断されたが、千代田が短艦、放棄されたかのように取り残されていた。ところが、空母、歴ントン攻撃隊の指揮艦機が、千代田の近くを飛来した際、千代田が、 対空砲火を打ち上げたため、チヨダは放棄されていないと判断される。レキシントン指揮官機は第13巡洋艦部隊にチヨダ健在を伝え、デュボースは指揮下艦艇にチヨダ撃沈を礼した。第13巡洋艦部隊に追加された十巡洋艦、ミチタとニューオーリンズが先制攻撃を行い、サンタフェとモービルもこれに続いた。 4隻の巡洋艦から砲弾を浴びた、チヨダは、横転沈没。この瞬間、デュボースは1940年6月8日に、イギリス空母、グローリアスを撃沈した第三帝国海軍のビルヘルム・マルシャル中将、チヨダ撃沈の約半日前に、護衛空母、ガンビア米を撃沈したクリタに続く、3人目かつ、最後の、水上方線で空母を撃沈した提督となった。 小沢艦隊の残党は、千代田だけではなかった。軽巡洋艦、伊スズ特築艦、若月及び、初月は、千代田を探し求めたり、随格の生存者の捜索に当たっていた。千代田を片付けたデュボースの第13巡洋艦部隊は、夜に入って3隻をレーダーで探知し、先制攻撃を開始する。デュボースは、日本艦の来撃を警戒して巧みに反転を、 繰り返しつつ、砲撃を続けさせ、間もなく、諸月が反転して、第13巡洋艦部隊に挑戦してきたため、集中砲火を浴びせて、諸月を撃ち取った。伊須津と若月にも資金弾を浴びせたが、諸月を始末している間に振り切られた。第13巡洋艦部隊は、再び第38.3人無軍に合流し、10月30日に、うるしいに寄島。 ここで司令官の交代が行われ、デュボースは、司令官の座を、モートンで予想賞に譲って、サンタフェを去った。デュボースは、レーテ沖海戦の先行で3度目の海軍十字章に、代わる2個目の金星賞を授与されたが、受賞大賞は、千代だと、初月の撃沈ではなく、第30.31任務軍での逃飛業であった。デュボースは、海上勤務から、陸上勤務に移り、 海軍調査委員会議長と将軍会議のメンバーとなる。1948年には中将に昇進し、8月にジョージ・ディ・マレー中将の公認として第一艦隊司令長官となり、1949年1月8日まで在職した。1951年3月から1953年までは人事局の局長を務め、1955年6月1日に、 大将に名誉昇進して退役した。デュボースは1967年7月11日にサウスカロライナ州チャールストンにおいて74歳で亡くなり、アーリントン国立墓地に埋葬されている。日本の海軍兵学校の卒業年時に換算すると木村正富、草加隆之介、田中雷造、大谷ノルラを排出した41機に相当する。ありがとうございます。